ちはチャクラスです。今私はセガトラベルパークに行ってます。向かいにはプラザホテル東京にあります。そしてちょっと見えづらいですけど、アップルストアのセンターパークの5番街店ですね。本店になっているはずです。ここは入ります。で今回はね、セントラルパークを歩いて、名所をね、巡ってみようと思います。セントラルパークも広いんです。私ちょっと今回歩いていろいろ回るんですけども、もし行かれる際は、スポットを選んでいくか、なんか絞ってね、行かれることをお勧めします。本当にむちゃくちゃ広いんで、全部で、歩いて回ろうとすると何時間かかるか分かんないぐらいかかると思いますので、電車とね、電車等々をね駆使して回られることをお勧めします。にしてもニューヨークは今日天気がむちゃくちゃいいですね。むちゃくちゃ暑いです。平日ですけど、めちゃくちゃ人いますからね。ああやって弾き語りしてる人もいます。されてるんですね。これ多分場所的にボルマンリンクっていう冬になるとスケート場になる場所が多分こんな感じで夏の間ねなってるのかもしれないですね。いやこっちもすごいですね。あ、お子様連れはぜひ行かれてもいかがでしょうか。もうお金かかると思いますけどね。いや楽しそうです。完全に遊園地みたいですね。まあ、セントラルパークはね公園ですけど、特に遊具っていうのはすごいたくさんあるかっていうとそうでもないんで、お子様連れはそういうのが面白いかもしれないですね。
やはりさっきの場所は冬になるとスケートリンクになるところが夏こういう感じになってるんですね。ギフトショップです。セントラルパークでギフトが買えます。まあ、T シャツとかねそういうものが買えます。明日ね、また改めて来ると思うんですけども、こちらがセントラルパークズーになってます。こちら有料なんですけども、セントラルパークの中で動物園があります。いや結構驚きですよね。そうでもないですか。私初めて来た時は結構びっくりしたんですけど、まあ、ここもねおすすめのスポットになってます。こちらこの通り、多分映画等々でもね幾度となく使われている通りだと思います。見覚えありませんかね。結構いろんなところで使われてたりします。そう、オイラ中でねアンプを持ち込んで音楽をね流してる人がもうそこら中にいますね。ザ・ニューヨークっていう風にして、これもいいです。で、この場所はこんな感じで露店の人もねすごいたくさん出てますね。こちらの噴水、ちょうどこのオブジェから噴水が見える感じ。こちらもですね幾度となくドラマや映画などで使われてますね。こちらはぜひニューヨークに来た際はぜひ見てほしいですね。まあ、映画等々でね見たものがやっぱり現実で見られるっていうのは結構感動すると思います。いやー今日天気が良くていいですね。反対から見るとこんな感じです。近くで見るとねこんな感じです。で皆さんね願掛けをしてるみたいで、小銭をねここに入れる人も多いみたいで、ね、
to pay to work. で違う場所からねボードとかも乗れます。でここ、まあ、湖のほとりなんですけど、日本じゃ考えられないっていうね、柵がないんですよ。あ、亀がたくさん泳いでます。かわいい。で着きました。じゃあ湖です。あのねヨットも有料で遊べるみたいですね。この場所もね結構有名な観光スポットになってますね。で、あそこの人だかりになっているのが不思議の国のアリヒドですね。ちょっと一周だけしましょうか。せっかく来たら。うまいのでいいね。こんな感じとなっています。ここも雑誌にほとんどの確率で載ってますんでね、興味がある方はぜひ来てみてはどうでしょうか。アメリカ人のかっこいい人たちがあまりの暑さに上半身裸で歩いてますね、集団で。外国の人だから絵になる感じですね。まあ、ちょっと側面なんですけども、これがメトロポリタン美術館ですね。着実に上の方に来ています。まあ、ここもね、ぜひニューヨークに行かれる方は、美術がすごい好きな方はね、一日足らずや見きれないと思うんで、何日か割いて行かれることをお勧めします。日本語のねオーディオツアーなんかもあったと思いますので、それな聞きながらね行くとまた楽しみが違っていいと思います。オーディオツアーがないとね結構なんていうんですかね、どこ行けばいいんだろうっていう感じになっちゃうんですよね。むちゃくちゃ広いんで、まあ、オーディオツアーだとね順番に説明してもらえますんでね、そういう意味でもおすすめですね。
かる。ここもね、ほぼ間違いなく観光雑誌とかにもね載ってますんで、こんな感じです。こんな感じで一望できます。せっかくなので上にも登ってみましょう。一望できるって意味ではね、ぜひ来てみてほしいと思います。こちらがストロベリーフィールズです。やっと着きました。はい、でここから、ダコタハウスを見て帰りましょうかね。やっぱりね、今全部で4カ所か5カ所ぐらいになりましたけども、1時間半ぐらいかかってます。しかもその中全部歩きなんで、ね、ちょっと回られる方のスポットを狙うか、帰国する最後の人か、ちょっと翌日くたびれてもいい日に行くことをお勧めします。でこのセントラルパークをね、ここから出ると、ここはね、ダコタハウスとなっております。ジョン・レノンが復活されたという場所ですね。ちょっとね、遠目から行きたいと思います。
です。やっぱりすごいですね。やはり警備員の人も今もいますね。すでにいる感じなんですけども、でもここはね、観光スポット化されていますので、やはり写真とかね撮ってる人とか多いですね。まさかここでっていう感じですよね。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。やってみた方またいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私はこのまま電車でホテルまで帰ります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。